やばいな。マジやばいな。あんま見ないでください。ちょっと。今から検証しようかな。せっかく肌荒れしてるんで、こんな肌荒れもう一生ないと思うんで。あ、どうも、コーキングです。まあ、多分僕のこの動画見てくれてる方は、もう僕の肌荒れを見慣れたと思ってるんで、もう隠しません。この肌荒れ、一晩寝たらどれぐらい綺麗になるのかという。明日大学行かなきゃいけないので、まあ、なるべく早くマスク外せるようになりたいということで、明日大学あるので、まあ、そのためにもね、まあ、絶対マスク外さないんですけど、一晩寝たらどれぐらい肌が綺麗になるのかっていう検証です。今現状、こんな感じですね。あんま見せたくないです。はい。あ、だけど見せないと検証にならないか。あんま見るとキモいと思うんで、まあ、これぐらいの距離にしておきますね。では、おやすみなさい。では、おやすみなさい。トイレ行きたい。おはようございます。今寝起きです。電気をつけてないので、肌の状態が分かりません。では電気をつけてみましょう。うわ、変わってね。変化なしか。歯磨いてて気づいたんですけど、喋りたいおい。歯磨いてて気づいたんですけど、マスクすれば隠せるって言ったじゃないですか。眉間にもこの症状が出てて、こうマスクするじゃないですか。すると見えるんすね、ここ眉間のやつ。いや、だから前髪で隠せばいいと思ったんだけど、前髪短くて隠せないんで。あ、ワンちゃんいけんな。いやー、終わった。あ、見えるわ。マスクしてる、なんかこうなんかついてるみたいになってるわ。うわー、終わっちゅうよ。もう大学も行きたくないですね。マスクで隠せないんで。どうすればいいですかね。マスクで隠せないんで、帽子かぶればいいかな。あ、帽子かぶれば。帽子かぶれば、まあまあだな。いや、けど今日帽子、授業中帽子かぶっちゃダメなんだよな。終わったー、マジか。はい。もう、外にも出たくない。引きこもりですもん。僕の心理状態、今、引きこもりです。こうやるとなんかおばあちゃん、おじいちゃんみたい、なんか、寝起きでむくんでるからかもしれないけど、なんかすげえおばあちゃんみたい。だんだんこの赤みの色っていうのがだんだん引いてきてます。今、ピーチ、桃のぐらいの色なんですけど、前はもっとなんか金目鯛の皮膚の色とか、本当にそのぐらいだったんで、日々日々良くなってることを実感しております。ヒゲなんで剃らないのと思った方いると思うんですけど、ヒゲは皮膚終わってるんで、もうヒゲとかどうでもいいかなっていう。もう見た目終わってるんで、見た目どうでもいいかなって。見た目良くなったら見た目良くなっていい。垢抜け、まさに垢抜けです。僕が肌綺麗になってやりたいこと、 TikTok です。美男美女いるじゃないですか。あそこに参入したいと思ってますので、肌の調子は今のところ平行運転ということで、ありがとうございました。じゃあな、ね。